どうも、うずです。今回スイッチの話をまたやりたいと思うんですけれども、先日ニンテンドースイッチライトが2019年9月に発売予定という発表があって動画を上げましたけれども、それから少し経って通常のニンテンドースイッチに関しても変化が発表されました。もうね、もうご存知の方が多いと思うんですけれども、知らない方のためにバッテリー持ちが良くなったんですよ。まあ、ちょっとサイトまた見てみましょう。サイト見た方が早いね。はい。で、こちらが任天堂の公式サイトなんですけども、どっちのスイッチっていうページがありまして、で、ここでは基本的には任天堂スイッチとこの後発売される任天堂スイッチライトの内容を比較しているページになるんですけれども、ここをちょっとこう下にね、クリ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 行くと、バッテリーのところ、ここです。はい。バッテリー持続時間。右側はライトの時間で、こっち左が下の方が現行モデルですね。2.5 時間から 6.5 時間。実際こうどうだろうね。ゲームずっとプレイしてると3時間ちょっとで終わるって方が多いんじゃないですかね。だったのですが、新型、バッテリー持続時間が長くなった新モデルだと 4.5 から9時間。まあ、間を取ると 1.5 倍ぐらいの電池の持ちになったっていう考え方でいいと思うんですけど、かなり長くなりましたね。ここに書いてありますね。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドでのプレイ時間と考えては、3時間だったものが 5.5 時間までプレイそのままできますよってこと書かれてますので、まあ結構なパワーアップですね。はい。というような具合で、任天堂スイッチ遊んでてバッテリー持ち、非常に不満を持ってるというか、ちょっときついな、足りないなと思ってた方は多分、いっぱいいると思うので、今回の新型っていうのかな、微妙だな。バッテリーがね、ちょっと長持ちタイプになった新しい任天堂スイッチ。いいね。で、後々はこっちのね、初期型のものはなくなると思うんですけど、今のところ、その旧型、新型一緒に販売するみたいですので、見分け方はパッケージになるそうです。ちょっとパッケージの写真ここに載せますね。こんな感じです。これが新型のパッケージ。で、私は旧型を使ってますので、旧型のパッケージはこれです。これが旧型のパッケージね。こういうやつ。はい。これ旧型パッケージです。なので、旧型、新型の見分け方は基本的にパッケージですので、分からなかったら、お店の方に聞いてお店で購入するのがいいと思います。で、両方とも販売するんであったら、旧型の方がじゃあ安くなるのかしらっていうところなんですけれども、もう基本的には同じ価格で販売するみたいですね。で、旧型を買う場合は3000円分の、なんだろう、ソフトを購入するのに使えるのかな？クーポンが付くということなので、実質3000円安く買えるっていうイメージでいいんじゃないでしょうか。だバッテリー持ちなんてそんな気にしないよ。俺そんなに時間プレイしないしっていう方あんまいないんじゃないかなと思うんだけど。まあそういう割り切り方だったら、ソフトを安く購入できるクーポンがついてくる。旧型の任天堂スイッチでいいんじゃないかしらって思います。まあでも実際に使ってる立場としては、新パッケージのバッテリー長持ちの方がまず間違いなくおすすめです。そちら選んでください。この動画を見た方はぜひそうしてください。だって3000円払ってさ、この旧型のバッテリーが長持ちバッテリーに変わるんだったら3000円払うもん。私。まあ、でもそれは人によってですね。人によって、価値が違うからね。強制はしない。はい、といったところで今回は短い動画になるんですけれども、Nintendo Switch、旧型のバージョン、こちらが、新しいバージョン、バッテリー長持ちバージョンが登場しましたよっていうことをちょっと伝えたかった動画になります。普段からこんな感じで、まあ、短い動画だったり、長い動画だったり、いろいろやってますけど、自分が好きなことを好きなように発信している YouTube チャンネルになります。まあ、同世代の方がね、ちょっと響くものが多いチャンネルかもしれませんけれども。古い話とかするからね。他の動画を見ていただいて気に入るところがありましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。現状私の Nintendo Switch は、スタンドがゆるゆるになって撮ってしまった。ジョイコンが暴走したまま。純正のクレードルが、モニター出力ができなくなってしまった。かなりですね、かなり傷んでおります。なので、どうしようかな。Nintendo Switch Lite もすごく魅力的なんだけど、どっちかというと私にとって必要なのは、バッテリー持ちが良くなった Nintendo Switch なのかなって思ったりするんですよね。許されないな。